王の毛利家は、江戸時代の長州藩毛利家の一門が老家の一つ。吉川広家の次男、毛利家由来をそとする。旧王の毛利家屋敷を再現した萩博物館の一角岩見国の吉見氏は、毛利元成の傍聴計略後は、毛利氏に従っていたが、当主、吉見弘長が出本する。そこで、当時6歳とされる、吉川広家の次男が、 仙台当主、吉見広史来の御女と婚約して、無垢養子となり、家督を継承して、吉見正春と名乗った。出本していた広永は、毛利輝元に謝罪して、もう年家に戻っていたが、1618年に、無本の疑いで撃たれており、吉見氏着流は断絶した。1637年になり、長州藩主、毛利秀成より、巣を熊毛軍で、 約8600国を与えられ、熊毛郡大野に屋敷を構えた。この時、毛利勢を名乗ることを許されたため、以降は大野毛利と言われた。大野毛利市への家紋は、毛利氏の一文字に三つ星ではなく、吉見氏の丸に二,二つ引きに類似するもんである。お侍の代より行った平尾庵の間宅により、平成は傍聴使用の一大生産地の一つとなるなど、 その発展に貢献した。改作にあたり、排水のために作られたヒモンは、オランダから導入された技術を使ったもので、南蛮土井と呼ばれ、現存する南蛮土井は、山口県もしくは平尾町の有形民族文化財となっている。1814年に七大闘志をやらいが、館に隣接して、教皇、行動館を創立し、家臣、指定の教育を奨励している。 巨漢、行動館及び一門の邸宅はいずれも現存していないが、萩城下町にある王の毛としへ萩屋敷跡に、萩博物館が2004年にオープンしており、萩城三の丸の一部を成していた、道屋敷の炭屋倉が再現されている。歴代当主の墓所は、平尾町沼の海前テエーラートにある。また、その近くにある集団寺は、王の毛利氏の女性方の母大寺である。 周囲は寺は、吉見広来の母体のために創建された寺であり、吉見氏の家系図が保存されている。ありがとうございます。